カな。猛毒をあれほど飲ませたのに。この剣は死んでも離すわけにはいかねえ。それが俺にできる唯一の償いなんだ。ふっ、己逃げやがった。あのメリオダス様ですよね。よう、エリザベスに豚野郎。さっきの奴らは？どうもエリザベスちゃんとお前のガラクタを狙ってるみてえだったぜ。そこのクソ医者がグルになってバックレやがったか。坊主、待って、メリオダス様の傷はまだ癒えていないのよ。ん、なんか治ってる。騎士様、少年を殺すことは失敗しましたが、言われた通りに毒は飲ませました。約束通り娘を返してください。娘はお前の元に返してやろう。あの世に行くお前の元へ。騎士が子供一人に毒殺を命じたなどと無駄な悪評を立てられるのは困るんだよね。ダナ先生、しっかり。すまん、勝った。娘を助けたいばかりに私は挙句に娘を救うこともできず、自業自得だよ。私のせいですね。私たちがこの町に来なければ、そもそも私が七つの大罪を探してエリオダス様と会わなければ。泣きたい気持ちぐらいはわかるさ。でもお前が王国と人々を聖騎士から守りてえって思いは、涙の一つや二つで折れちまう程度のもんなのか。エリザベスと七つの大罪を探し、聖騎士を食い止めると決めた。たとえお前が死んでも、俺はお前との約束を果たす。メリオダス様。そんじゃ、ぼちぼちバステに向かうか。メリオダス様。メリオダス様、私も王国と人々を守るために戦い続けます。たとえメリオダス様が今死んでしまったとしても。今すぐ殺すなよ。すみません。エリザベスちゃん、無事だったんだな。心配かけてごめんなさい。怪我はねえよな。はい。ならいいさ。ベロニカ姉様はメリオダス様のことをとんでもない悪人だと言っていた。でもごめんなさい、ベロニカ姉様。私はたとえ世界中を敵に回してもこの人を信じます。そろそろ茶番はしまいだ。俺の正体は七つの大罪団長、ドラゴンシーンのメリオダスだ。このバイゼルはそっくり丸ごと俺たちがいただく。あと1分以内にバイゼルから消え失せろ。さもなきゃ俺たちが皆殺しにする。おいおい、あいつらどうしちゃったわけ。とっとと失せろ。おい、あれソロ、死ね、もう来たか。ひとまず散るぞ。メリオダス様は聖騎士たちが来ることに気づいて、みんなを逃がすためあんなお芝居を。団長遅いね。すっげー獲物捕まえてんのかもな。メリオダス様。おい、すまんが空いとるか。なんじゃ、他はどこも閉まってるようでな。いらっしゃいませ。それにしても驚いたわい。端正な顔立ち、柔らかな声もよう似ておる。リズが生き返ったかと思ってしまうか。ケインさんの娘さんですか。
は愛称でな。名前は王女様と同じエリザベス。メリオダスの恋人じゃった。この剣は？リズがかつてメリオダスに送ったものじゃ。メリオダスがまともな剣を持たん理由を知っておるか？強すぎるんじゃよ。やつと本気で剣を交えて無事じゃった者はおらん。だから剣を持たん。それでわしが代わりにずっと預かっておるんじゃよ。待たせたな。それじゃあ出発だ。メリオダス様、これを。この剣を。ケイン様から託されました。メリオダス様、リズさんはメリオダス様に戦って欲しかったんじゃありません。あなたに生きて欲しかったから。私も同じです。人々のために戦うあなたのためなら、そのための罪なら私も一緒に背負います。ああ、ありがとうな、エリザベス。行こうぜ。ここからは死闘だ。巨大な魔力が接近。守りを固めろ。迎撃準備。来るぞ。あくまでも目的はエリザベスの奪還。戦闘は最小限にとどめておけ。了解。その最小限はもちろん本気で行くよな、団長。殺す気で行く。お嬢さん、危険だから早く家に隠れるんだ。あの娘さんの顔、どっかで見たような気が。まさか王女様。ねえギル、いつも穏やかで優しかったあなた。あなたは幼い頃、一生私を守り続けると誓ってくれた。あなたを苦しめる呪縛になるとも知らず、10年もの間私のために自分を偽り、心を傷つけ、そして今最も慕う人を傷つけようとしている。お願い、どうかもう私から解放されて。どうかあなたの英雄を裏切らないで。見えた。死ね。あなたは俺を長き呪縛から解き放ってくれた英雄メリオダス。許さんだ。裏切りおったな。裏切ってなどいない。俺は花からお前たちの仲間ではないのだから。メリオダス、あとは俺に任せてください。父を殺した男に復讐するこの時をどれほど待ち望んだことか。俺の怒りを受け取れ。私は見たのです。10年前の王国誕生祭の朝、ドレファスとヘンドリクセンの二人が共謀しザラトラスを殺す、あるべくもない場面も。そしてそのことを怖くてたまらずギルに伝えました。でもそこにビビアンが居合わせていて、ギルは私を守るために彼女の言いなりになったのです。王女マーガレットを人質にしていたこと、そしてギルサンダーともどもスカイマが二人を監視していたこと、なぜ？いつから気づいていたの？白夢の森で再会した時さ。ギルボーはてめえの命惜しさに正義を曲げる男じゃねえ。あいつが白夢の森でまじないを口にした時、行動の一切を監視され誰かを人質に取られていることが分かった。初めから分かっていたなんて嘘よ。本気で戦っていたくせに。ギルボーが好きな女のため命を張ってんだ。俺も命を張るのが男の友情ってもんさ。よう朝、無事だったか。しかしまさか朝と一緒だったとはな。七つの大罪、ボアシン、マーリン。久しいな団長殿。
来たか。エリザベスを返してもらうぜ。エリザベス、すぐに終わらせる。僕、頼めるか。おい、スピーディーかつセーフティーに運ぶぜ。よし、行け。さてと、悲劇の幕引きと行くか。いや、悲劇の幕開けだろ。メリオダス、このおぞましい魔力は、まさか、ヘンドリクス。あいつはさっき人間をやめた。メリオダス、すまん。メリオダス、お前はやはり危険な存在だ。闇をさえも飲み込む漆黒に、その身を食われる。お前を救う者は誰もいない。いる、このホーク様がな。ホーク、何やってんだ。お前が死んじまったらエリザベスちゃんまで死んじまいそうな勢いなんだからよ。こんなことなら腹いっぱい残飯食っとけよかったぜ。死ぬなよ豚野郎ども。ホークちゃん、起きて。また、いつものように喋って。ダメよ。一人で勝手にさよならなんて。この忌々しい魔力は、まさか。厄介な。目覚めたか。ドルイドの巫女に流れる血が。女神の使徒よ。私はとても悲しい。ヘンドリクセン、あなたに何が起こったの。聖騎士たちを裏切り、多くの命を奪って、そうまでしてあなたがしたいことは何だったの。魔人族の復活、古の大戦で我らを封印してくれた四種族への報復を。そのためには女神の使徒であるお前の血がいるのだ。くそ、体の震えが止まらない。諦めんな。俺たち七つの大罪がいる限り